皆さん、こんにちは。今回の速報健康ナウは、不眠症について話をしていきたいと思います。えこの不眠症なんですけども、これはまあ一つ、自律神経失調症とかの基準、まあ、判断基準の一つとして、あまり眠れないとか、そういったのも、実はまあ基準の一つとして不眠症って使われたりするんですけども、この不眠症になると、なぜ体があ、体にとって悪いのかっていうと、 実はまあ寝れないっていうことはいわゆる体の疲れがたまってしまって、えー、結局次の日に疲れを持ち越してしまうっていうわけなんですね。人っていうのは寝てる間に一日の疲れを取って、えー、まあ回復させるそして次の日に元気にまた一日動けるようにするっていう、まあ、サイクルができてるんですけどもそのサイクルがあまあ乱れてしまう。 そうすると、実は自律神経、いわゆるそういったところにも影響を及ぼしてしまって、まあ、悪循環ができてしまうというのがあるんですよね。で、まあ、自律神経の問題からすると、神経の方がおかしくなるから不眠症になってしまうんだと思われがちなんですけども、実は体の方から見ると、実は体がおかしくなって、そこから自律神経を狂わしてしまってるっていうのが、もしかしたら正解かもしれません。 えー、というのも実は体を見てるとおその不眠症になる方っていうのは一つはこの肋骨っていうのが平べったくなってしまったりしてるんですよね、えー、そうすると息ができなくなる呼吸が浅くなってしまうっていうのがあります自律、まあ、神経の方結構多いんですけどもお、あのー、呼吸が非常に浅い方あ多くて、えーまあ、呼吸をしたいけどもお自然に息が入らないというような状態になっている方も多いんですね えー、そしてもう一つ注目したいのがあ首の問題ですね、えー、実は首の方特に頸椎の6番、うん、具体的に言うとけ椎の6番、まあ、下の方なんですけども、まあ、非常に肩のお方に限りなく近いところにありまして、えー、実はもう肩こりとかあるいは五十肩四十肩そういった問題とかでもお実は不眠症になってしまいやすい状況になっています。 でえー、あとはまあ、むち打ちとかですね、事故とか、まあ、その他、いろんなことで無中打ちになってしまったっていう方も、実は不眠症にそこからなってしまう方、非常に多くて、えー、なぜかっていうと、実は無中打ちによって首がずれてしまう、特に、えー、下の骨、さっき言った6番とか7番とかですね、えー、このあたりの骨がずれてしまうと、途端に不眠症になってしまうっていうのがあるんです。いいいわゆるるここれがどうううととにか 実はこの部分が歪んだりとか緊張してしまうと体の背骨自体が緊張したままになってしまうんですね。本来だったら寝てる時に体が緩んで疲れを取ろうとするんですけどもそれが緊張したままだと動かないんですね。動かないっていうことは結局疲れが溜まってしまって次の日体がしんどいっていうふうになってしまうんです。 で、まだ、その時に眠れたらいいんですけども、眠れない状態になっていると余計に体がしんどくなるんです。で、体が緊張しすぎて眠れなくなってくると、まあ、さっき言った首の問題に加えて今度は腰までおかしくなるんですね。よく寝た後に、 腰が痛くなるとか、ああいう方の場合は、大概腰の方が本当に動かなくなってしまっているので、余計に眠れなくなって不眠症に陥りやすくなってしまいます。えー、そうなってしまうと、どん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 、まあ、悪い方に向かっていってしまって、えー、結果的には本当の不眠症っていうのになってしまうんですけども、不眠症には実は2つタイプがあります。えー、1つは、あ実は、ね、あまり眠れない、ねまあ、寝つきが悪くて寝れなくなってしまうタイプと、 もう一つは寝つけるんだけど早く目が覚めてしまうタイプ。大体この二種類に分類できます、えー。実はこれっていうのはあ何が悪いかっていうよりも、おまあ、さっき言った2番目の方のお早く寝るんだけどすぐ目が覚めるっていう場合は、もしかすると寝る、寝てる時の質がいいっていう場合があるんですね。寝てる質。質っていうことは深く眠れてるっていうこと。 そうすると、短時間でも体の疲れっていうのは回復しやすくなるので、えー、全然問題はなくなるんですけども、おこれは、まあ、肉体的には問題はないんですけど、頭の方ですね、精神的にはたった1時間とか2時間とかしか寝てないと思うだけで、体が今度はどん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 おかしいんじゃないかと思ってしまって、えー、精神的に不調が起きてしまうんですね。まあ、いわゆる、まあ、勘違いをしてしまってるんですけども、 そうなってしまうと、どん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 調子が悪くなってしまって、そこからまあ精神的に異常が出てきたりとか、あ体の不調を訴えてしまう。そうなると何かいろいろ治療をしているんだけどもお、体の調子が回復しませんよっていうような状態にもなりかねません。えー、なので、まあ、こういうタイプっていうのはいろいろあるんですけども、そして最初に言った、まああ、寝にくいっていうタイプも、 実はこの寝にくいのも、さっき言った体の緊張ですね。緊張がありすぎて寝れない。そうなると寝る時間っていうのが、まあ、例えば、あ夜の12時に寝たとして、それが体が寝つけないから、1時とか2時とか、あひどい人には3時ぐらいまでかかる人もいるでしょう。そうなってくると、今度起きる時間っていうのは、大体皆さん仕事とかしていると決まっていますよね。その時間には絶対起きないといけないってなると、結局睡眠時間が短いまま、 体がが回復ししないままま目が覚めてしまうそして、まあ、あ寝る睡眠の質っていうのも悪くなるんで浅く寝ててしままううっていなな感じになりますえそうすると結局、まあ、体の方は不調がたまって、まあ、2種類あるって言っても両方とも結局体の不調が出てきてしまうんですけどもそこで一つ自分の体っていうのはどのタイプなのかっていうのをしっかり、えー、理解しとくっていうのがあるんですね。眠れれない方であれば あ寝にくいのかそれともすぐ寝るけどすぐ目が覚めるのかどっちかっていうのははっきり自分の中で把握して、えー、いろいろ対策を練っていくっていう必要がありますまああのー、寝にくい方であればあ体の緊張をほぐせばいいし、えー、すぐ寝てしまうって方は方であればあちょっと寝る時間を遅らしてみたりとかそういうのも一つの手でもありますし、えー、考え方を変えて朝早く目が覚めるんであればあ早く起きた分何かをすれば あいいかもしれません。えー、なので、えー、必ずこういう不眠症っていうのは、病院に行くと、まあ、薬を処方されてしまうんですけども、処方される前に、えー、体の方の状態っていうのを自分で把握して対処できるところは対処していったらあ、実は簡単に眠れたりすることもあります。で、今回はあその不眠症で体が緊張してたりとか、 ああいう方に対しての対処法をちょっと教えていきたいと思います。え一番最初の方に言った首の頚椎の6番、首の6番の骨、この部分が歪んでますよっていう話をしました。でこの部分をどうしたらいいかっていうと、この部分っていうのはああ実は横から見ると出っ張ってますよね。出っ張ってるっていうことはこれが後ろに飛び出せば飛び出すほど緊張していきます。なので頭を後ろに倒すんですね。 後ろに倒すことによって、えー、ここの緊張っていうのをおちょっと取ってあげるんですなので、えー、ちょっと寝る前に上を見たりとかですねあるいは枕をされている方ちょっと枕を取って、えー、首のここにタオルを巻いたやつを置いてみるとかしてちょっと上を向くような体勢を取っていただきたらい,いです、えー、それをしばらくした後に今度は首のところに手を持っていきます両手を持っていってて、えー、軽くまあ あ、押さえるような感じですね。押さえるような感じでじーっとしておきましょう。えー、そうすると、ここの緊張が緩んできます。えー、緩んでくると、意外と寝、ね、熱くなったりもしますので、えー、これをぜひ試してみてください。で、えー、本来だったらやっぱり首を温めたりとかそういうのが一番いいですし、まあ、変に首を回す方がいいって回すよりも、ただ上を向いておくっていうのだけでも十分効果が出てきます。 まあ人っていうのは大概下を向くことが多くて、えー、あまり上を向かないっていうのがまあ現代の方例えばスマートフォンスマートフォンの見過ぎで不眠症になっている方とかでもお、まあ、あのスマートフォンの光っていうのも問題なんですけども下を向き過ぎてるっていうのも一つの問題です仕事でもまっすぐよりも下を向いてパソコンをしたりとかですね書き物をしたりとかするとおどんどん体のお緊張っていうのはあ高まってきます それが何年も積み重なっていると結局更年期、えー、障害とか言われる年代になってくると疲れのピークに達して、えー、不眠症になってしまうっていうことも言えます。なのでまずうそういった症状自律神経の問題かもしれないしあるいは更年期の問題かもしれないけどもまず体を見て体を調節して、えー、治していくっていうのも一つの体の対策というか 不眠調対策っていうのにもなりますので是非このやり方試してみてください。